皆さんこんにちはレノファ二郎の部屋へようこそえー、次節山形戦でつい、えー、にホームでの声出し応援が、えー、復活しますやりましたもう皆さん待ちに待ってたと思いますやっぱりねサッカーの応援の花はちゃんとだと思いますし、えー、僕はレノファが好きになったのもねやっぱりちゃんとから入ったところもありますというわけでねさあ え本番に向けて、えー、しっかり解説の方をしていきたいと思いますお断りですが、えー、2020年当時の運用を再現してますので、えー、最新のチャントなどはまた山口スタッドさんの YouTube をご覧いただければなと思いますよろしくお願いいたしますなものを、えー、時系列なるべく時系列ごとにお伝えしていければなと思っておりますよろしくお願いいたしますなんかですねマスクつけながら 歌うとちょっと息苦しいみたいなことを聞いたんですがちょっとまあね本番を想定して、えー、マスクをつけながら歌います。ししくお願いします郎で「東四郎ちゃんとですすこれれは、えー、試合開始前に歌われる曲で藤、えー、四郎」というのはもちろんあの某お菓子メーカーの山内のお菓子メーカーさんの,あのコマーシャルソングを元になっています。 oh, oh, oh. 次に選手のの個別のチャントです、えー、これはですねあのスタメン発表の時に使われたりですとか、まあ、選手がゴールを決めたりですとか、まあ、いいプレーを見せたぞあと頑張れっていう時に歌われますでは渡辺宏文選手のチャントをちょっと練習してみたいと思います。力を集めて戦え 勝利へ導けはもひろふみ蹴散らせちゃんとです蹴散、えー、らせちゃんとっていうのは、えー、相手チームを倒そうっていう時にだいたい試合開始前に歌われることが多いんですが蹴散、えー、らせちゃんといきますオレンジもゆる日の色俺らに流れる血の色 たぎる魂を見せろ。けちらせ、山形をおうおう、お、お、お。でね、この相手チームの名前を入れるのがポイントなんですよね。けちらせ、山形をおうおう、お、お、お。次に速攻チャントです。えー、これは守備から攻撃に転じる時のちゃんときのチャントですね。レの、ふわ、山口、れ、の、ふわ、山口レ、れ、

おれ,おれおれ、ゴールが決まった時のチャントです。これを曲をね、何度も歌う展開になればね、最高ですよね。さあ行け、俺たちのレノファー、勝利を掴み取れ。共に戦い叫ぼうぜ、勝利のお叫びを。さあ行け、

今日の勝利、掴みとろう山口。We are the one, の勝利、掴みとろう山口。We are the one, oh, 山口おれ oh, お山口おれえ次にレノハルンバ歌います。 えー、レノファルンバはなんというか自分の中勝手なイメージですけどなんかこう気合をシーム入れたいっていう時に歌うイメージがあります俺たちがレノファ誇りを胸にオレンジの勇者勝利をつかめ、えー、以上が主なちゃんとになります わ、ねまあ、からないっていう方ももちろんいらっしゃると思うんで会場でおそらくねこのまた歌詞カードが配られると思いますので、まあ、これを見ながら歌っていただいても大丈夫ですし、まあ、僕も最初完成に行った時全然わからなかったのでこの周りの様子を見ながらつられてて歌ったということもありますので、まあそのね、声出せないからうわ恥ずかしいわとかそんな思わなくて全然大丈夫だと思います <laughs> 雰囲気だけででもも楽しんららえたらなと思います。 まあちょっとねマスクつけながら歌うっていうのはやっぱりちょっとやってみて苦しいなって思う時もあったので、まあ、皆さんねご自身のペースで嬉しい気持ちはわかりますがちょっとご自身のペースでね歌われることを最後になんですが、えーっとですね、去年のファン感謝祭の時に確か田中陸選手だったと思うんですが。 結局その自分のちゃんと聞くことなくなんか対談してしまうのは寂しいという風に言われていた記憶があります。このコロナ禍とはいえちょっと正直申し訳ない気持ちもありました。田中陸選手の思いも込めてえ声出し応援試合ではちゃんと歌わせていただけたらなと思います。声出し応援はえ J リーグの素晴らしい文化だと思ってます。ですのでえ声の限り。 えー、山形戦では応援していきたいなと思います参戦者やる皆さんよろしくお願いします我々の大声援でねレノファに背中を押しましょうその時が来ました暑さに気をつけて応援をしていきましょう今日も最後までご覧いただきありがとうございましたレノファジオをもっと応援してやろうという方はチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします